ございいます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日はですね、私が以前あの動画で公開させてもらったガチャ切りされないテレアップトークをですね、実際に文章を作ってくれて、LINE で送ってくれた方がいるので、ちょっとその文章を添削をさせていただいて、ちょっとまあ、より文章をブラッシュアップしたものをご紹介したいなと思っております。じゃあ、まず最初いただいても章いでしょうか、こちら。 はい、お忙しいところ申し訳ありません。え私、マニナニ会社の〇〇と申します。マニナニ地域の何の業の企業様にご連絡をさせていただいて、順次連絡をさせていただいております。記者と同業の企業様の電気料金のコスト削減ができてまして、ご紹介した講題もさせていただきました。今ご担当者様いらっしゃいますでしょうかということで、文章を作ってもらったという感じですね。まあ、実際このトークでも、まあ 改善ポイントがいくつかありますので実際にちょっと私がこの文章を元にディライトした書き直したものがこちらになります。はい お世話になっております。私、まるの笹田と申します。突然のご連絡、またお忙しい時間帯にも申し訳ございません、えー。どうしてもお伝えしたいことがあり、ご連絡させていただきました。実は先月、記者と同業界の企業様で電気代を3割削減するお手伝いができたので、記者にとっても必要な情報になるのでは？と思いつつも、ぜひお会いしてご説明させていただきたく、お電話いたしました。こういった営業では正直多いかと思うんですけども、直近での成功事例ですので、えー、情報の鮮度が落ちる前にお伝えしたく、今ご担当者様いらっしゃいますでしょうか？ということで、ちょっと長めに。 いるんですけども、まあ、この辺を少し削りながらでですすねあの作っていいければという感じです、まあ、さっきのテレアポントークの改善点でいくと順次みたいな形の順次ご連絡してますみたいな形だとまあいろんなところに電話かけてるんでしょみたいな形で思われがちなんですけども。 絞って連絡をしてますっていうことを伝え一番伝えたいのは御社だから連絡をさせてもらったんですっていうことを伝えたいわけですよ。なんで今回でいけば記者と同業界の企業様の電気代を3割削減するお手伝いができたっていうところで御社と同じ業界だから役に立てると思って連絡をしました必要な情報だと思って連絡をしましたっていうような形で御社にかけたんですと。 本社に電話をして意味があるんです理由があるんですといいうことととをしっかり伝えているということですねであとはあの、まあ、お世話になっても突然の時間帯またお忙しい時間帯に申し訳ありませんですとかこういった影響でも多いと思うんですけどもみたいな形で要はこっちもちょっと相手にとっては迷惑だったりご負担かけてしまっているのは分かってるんですがお役に立ちたいと思ったのでということで直近での成功事例で情報の鮮度が落ちる前のお伝えしたくお電話させてもらいましたという投稿を今回は考えています。なのででここ 必要な情報だから連絡をしましまたで相手にこのテレアポで営業電話っていうのはご迷惑かもしれないんだけどそれでも連絡をした理由があるんです <laughs> ここですねしっかり伝えることが大事だと思っていてそれを意識したテレアポトークになってるということですね。ということで、まあ、テレアポトークの会社のビフォーアフターをご覧いただいたわけなんですけども。あの ロジックじゃないんですよテレアポ、特に受付ガチャギリされるかされないかの瀬戸際のタイミングっていうのは最初の10から20秒で論理的に分かりやすく、えー、とミンシーにみたいな形でロジック でメリットのある説明をしようと思ってってても言20秒ですからね20秒で伝えきれるかって言ったらもう無理なわけですよ。20秒どれぐらいかって言ったら今私の顔が出てきてこれから今27秒経ってるんですけどあのそれぐらいの時間なんですよ。なので大事なことっていうのは自分はこの気持ちがあるんですと。感情を持ってあなたに役に立ちたい立てると思って連絡をしたんだって気持ちを伝えることがすごく大事なことですし、まあ、ガチャ切りされるっていうのは、まあ、担当者がそのまま出てくるのはもちろんいいんですけど受付の人ですとか電話の取り付け 次相店みたいな場合で行けばまあ、こういった自分の気持ち感情を伝えることによってあ、なんとかの件で相談入ってますけどどうしますっていうことを担当者にいかに伝えてもらうかっていうことが大事なポイントですね。でもちろんその担当者が直接出てきてくれた場合も同じであなたに連絡をさせてもらってようやく話せて嬉しいですっていう気持ちをしっかり伝えていこうということですね。あくまで最初のテレアポっていうのは商品を買うか買わないかじゃないんですよ。 私に合うか合わないかですとか資料を送らせてくれるかくれないかみたいなところっていいから置くいいよあの話にすごく魅力的だから会いますよとかじゃなくてそこまで言うんだったら会ってあげてもいいかなまあ、とりあえず話だけでも聞いてみようかなっていう。その なな大した理由はなくていいんですよ。まあ、そこまで言うんだったらって、相手の気持ち、感情をいかに動かすかっていうところが大事なので、まあ、そういう気持ちになれるのかどうかっていうのをぜひ意識していただきながら、テレアップトークの改善、作り込みっていうのをしていただきたいなと思っております。本日は以上です。営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました。え、引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、え、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。 またツイッターもやってますので、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。